さあ、それではレギュラーステージ第二試合見事勝利を収めました原パニックより小島屋選手にお越しいただきましたお疲れ様でしたありがとうございますお疲れ様です、うん、ただちょっとほろ苦いかそうですね、えー、あの本当にやっぱりあの自分の。 まあピースさんと三鴨さんにおんぶに抱っこっていうところをまた見せてしまったなっていう,ふうに思ってしまったので,あのまあそうですね相手チームの方であったり選手の方であったり視聴者の方々にまあ自分の成長した姿っていうのをちょっとお見せしたかったんですけれどが、うん、そういう意味では決意と覚悟の理うその決意と覚悟はどこにあったんだろう、はい。はい、ろうそうですね、あのー、本当に DPL シーズン2も出るっていうふうに決めたときから、まあ、本番一発勝負っていうところの練習を欠かさず行っていたんですけれども、うん、まあ相手がこうトラフト1巡目指名のベルベット選手っていうところでどうしてもそのやはりプレッシャーというか、うん、がかかってしまったのかなっていうふうに感じてしまったのでもう相手がどんな相手でも全力を出し切れるようなもう練習方法っていうのをこれからも突き詰めていきたいなというふうに感じましたちなみに、はいまあ、今回ゲームパニックとしては勝利。はい 次につながる勝利になったと思いますが、はい、これから現場にッくどんな形で進化していきますか正直にき、まあ、今日の試合勝ちはしたんですけれがいろいろと反省点のある試合だったなと、まあ、選手全員で感じている部分がございますので、うんまあ、その反省点を生かしてこれからの試合も勝っていきたいなという風に考えておりますはいはいということで越谷選手にお越しいただきままししたたあありりががととううごござざいいました。 さあ続いて中堅戦見事に位立ていたしましたピース選手です、はい、お疲れれ様でしたこれねすごい疑問なんだけど1戦目、次戦ね曲終わった後にごめんって謝ってたじゃない <laughs> あれは何いやあそこまでちょっと僅差でっていうのは結構自信があった曲だったのでもう本当に多分前半は負けてるだろうなと思いつつでそうね。シーソーゲーソゲムの上 もう聞いたら結構前半で点差がついてたって言ってたのでまあでもついてるだろうなぁとは思いつつうん、うん、まあ自分が諦めたら絶対勝てないので、うん、もうそれは絶対最後まで気持ちだけは切らさずに、うん、まあ負けたとしても、うん、あの気持ちを切らさなかったっていうのがやっぱ後につながると思うのでうん、うん、もうそれだけは意識してやりました。はい 1> 本当に、まあ、あの1曲目、2曲目2曲目に至っては多分その1曲目の粘りが効いたんだろうねちょっと八尺が折れたところがあって、はい <laughs> はい、あそこからもうぐんぐんピースのいいところが出てきましたけどもあ、はい、あのたたりどうううででしかそすねもう2曲目はやっぱり1曲目やっぱ自分がダメだったなというところを、うんあのー、空き時間に。 あのまあ、準備の時間があるので、うん、そこで頭でいろいろ考えて、うん、2局目はこうしようっていうのをしっかり考えてから望むことができたので、まあ、とにかくあの先方であの本当にいいプレーだったんですけど、うん、あのやっぱり上手だったのでベルベット選手がそこで自分がなんとかしてやろうという、うんはい、思いでやりましたさあ次につながるまずは初白星ですけども、はい、いかがでしょう。 そうですね最初、とにかく最初の試合勝てるのと勝てないのでやっぱその後気持ちも違ってきますしやっぱり去年の BPL2021 の試合は自分が一番最初、大将で出てあの先方、中堅に立てしてくれて自分が似たてされて勝利ができなかったのでそれのやっぱ記憶があってやっぱ最初 勝てないとその後やっぱ気持ちが下がってっちゃうなっていうのはあったので、まあまず最初白星を上げることができてとりあえずホッとしてます。そういうね精神面の補強ができたと、はい、いうことです。はい、さあということでピース選手にお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあということで原パニック対を務めまして1-1の分けという形になりました。ご紹介しましょう。光の 2DX アイドルミカモ選手です。ありがとうございます。三鷹です。お疲れ様でございました。ありがとうございます。まずはじめにもう聞きたいことがまず 大大ききく2つあるんだけどちょっととと事なことから聞きたいと思い思ますメン、はい、パニックすでにもうストラテジーカード2枚 2>、はいね、発動しましたけどもこれは大丈夫なのとはい、うん、確かに思われると思うんですけども、うんまあ、作戦として、あのー、初日というか最初の試合、まあ、1試合目2試合目あたりを取っていければ、まあ、基本的にはその後もまも、あ、流れに乗れますし、うん、まやっぱあの,他のチームの圧にもなるかなと思って,てほ<う>まてそういうところでもう最初から切っていこうという、えー、作戦で今回、はい、切っていきました。なるほど 逆に言うと、もう今後は別に使わなくてもその勢いで突き進んでいこうとそうですね、はい、うん、もう本当に今後は、まあ多分他のチームも、うん、あ,あそこ使ったんだみたいな思ってると思うんですけど、全然それでも、えー、いけるなというふうに、えー、考えてますので、はい、ほう今期のこのゲームパニック、どんなチームなのか、教えてくださいそうですあの去年も同じチームで戦ってて、まあ、本当にもうみんな離れもしていて、まあもうどういう。 ふうに試合運びしていけばいいかとか、もうみんな本当に知ってますので、ね、まあ、うん、あとはもう本当に練習で相手の、うん、まあ何でしょうねこの作戦をまあ読むというか読んで事前練習してまあ本番にぶっつけ、えー、本番に挑戦できれば、うん、まあおそらく勝てるだろうというところで、そのあたりまあちょっと自信がなんか前回よりも前期よりもかなりあの顔にあふれてると。 いう感じがしましたが。そうですね。はい。もう本当にあのチームメンバー全員仕上がってて。うん、本当に去年とは全然違うチームだなっていうふうに。<ら>もうなってるぐらい。強くなってるんで。<う>まあ、もう本当に自信を持って戦えてるなと思ってます。なるほど。じゃあ、もう一つの質問です。はい、光の2 d デエクサイド、何?。<laughs> <laughs> そうですね。やっぱり、なんか、あの。この B. P. L. に出てる人で。 一番アイドルっぽい人誰だと思った時に俺かなと思ってもう名乗っておこうと思ってそこ自戦する名乗っておきました自戦じゃなくて自戦でアイドルいくはいなんか名乗ったら面白いかなと思ってなるほどでも面白さを追求してまたキャラクターをねそう際立たせてくれるっていうのは僕らにとってもすごく嬉しい限りですので次回はフリフリのゲームパニック衣装でちょっとあるかわかんないですけどお待ちしておりますありがとうございましたありがとうございましたコナミ